これは美味しいお酒に合う乾杯グルメに喜びを感じるある主婦の物語。その主婦とはあさみさんです。それでは主婦あさみの乾杯グルメシーズン3スタート。負けられない。みんなで楽しくキャンプでワイワイやっていた前回、みすずちゃんのお兄ちゃん、しんごさんの豪快なキャンプ飯に嫉妬し対抗意識を持ってしまった旦那のりゅうた。お前には絶対に負けない。一体どうなることやら。続きをどうぞ。あー美味しかった、丸ごとローストチキン。お兄ちゃんグッジョブ。おう、豪快なキャンプ飯もいいですが、それだけがキャンプ飯ではございません。ウリヒャー。おしゃれのキャンプ飯の代名詞といえばこちら、カマンベールアヒージョでございます。はぁ、どれどれこれ、リュウちゃん作ったの？すごい、やる、おいしそう。まあね。いただきます。うん、おいしい。熱々のアヒージョにこのとろーりチーズが絡み合ってビーミー。女子は大好きだよね。リュウザさんがこんなおしゃれなキャンプ飯作れるなんてすごいね、お兄ちゃん。おまあかな。まあまあ、シンゴさん、これでもそんなことが言えますか。じゃーん、アヒージョのお供はこのスパークリングだ。な、何？それでは僕ちんのキャンプ飯に乾杯。合う、うまっ。慎吾さん、これで僕ちんも凄腕キャンパーだ。キャンパーかな。キャンパーかな。この放送は美味しいグルメにはやっぱりビスパ、アサヒビールの提供でお送りしました。